はい、こんにちは。今日はですね、米韓情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。現状米韓情勢については注目すべきニュースが報道されております。 JB プレスですが、中韓米国大使11ヶ月もの空白、今年1月に退任したハリー・ハリス前中韓米国大使の後任が11ヶ月間も指名もされないまま中韓米大使が不在となっている。アメリカメディアではこれが米韓間の緊張要因に浮上しているとの分析が報じられる事態となっている。12月16日のアメリカ NBC 放送によると、アメリカのある元高官はこの数ヶ月間これに関する不安感があり、それがさらに強まっているという、このように報道されております。こうした情勢の中、バイデン政権は基本的人権の尊重、自由民主主義、法の支配を守ることは極めて重要であるという姿勢を打ち出し、まあ、そうした中米中情勢ということがあると思います。そうした中ですね、朝日新聞デジタルですが、韓国北京五輪への外交ボイコット検討してない、ムンジェイン大統領が表明。韓国のムンジェイン大統領は13日、中国の人権問題を理由に来年2月の北京冬季五輪に政府当局者を送らない外交ボイコットを韓国政府は検討していないと表明した。訪問中のオーストラリアでモリソン豪首相との首脳会談後の記者会見で明らかにした、このように報道されております。ですので現状その米韓の間には、まあ、ある種ですね、距離感が生まれているように見えると思います。こうした中、連合ニュースですが、米韓の通貨スワップ協定、今月31日で予定通り終了予定。韓国銀行（中央銀行）は16日、アメリカ連邦準備理事会 FRB と結んでいる通貨交換スワップ協定が満了日の今月31日で予定通り終了する予定だと明らかにした。韓国銀行関係者は通貨スワップ契約を締結した後、国内外の金融経済が危機的な状況を抜け出し、安定を維持しているためと説明した。この協定を通じて韓国に供給された資金は総額198億7200万ドル（約2兆2700億円）で、昨年7月に全額を返済済みだという、このように報道されております。で、こうした中ですね、他方韓国経済には家計債務問題や不動産問題などもあると思います。そして朝鮮日報ですが、急激な物価上昇、加速するアメリカの利上げスケジュール。アメリカ FRB が急激な物価上昇を受け、当初予想よりも早く22年に3回、23年に3回の利上げを実施すると示唆している。世界各国の金利はアメリカの政策金利による影響を受ける。アメリカの利上げは近づき、世界各国は先手を打つ形で利上げに動いている。すでに2回の利上げを行った韓国は来年末時点で2回以上の利上げを経て、政策金利が 1.5 から 1.75% に上昇するとみられている。利上げにもかかわらず、韓国の専門機関は来年も住宅価格が上昇すると予想している。韓国建設産業研究院は首都圏の住宅価格が 3%、 全国では 2% 上昇すると予想。住宅産業研究院は全国で 2.5% の上昇を見込む。これら研究機関は供給不足があるため住宅価格が下落する可能性は低いとの見方を示している。大統領選後、政策が分水嶺を迎える可能性。現時点で来年の住宅価格を即断するのは容易ではない。利上げの幅とペースなど不確定要素が多いためだ。来年の大統領選も変数となる。野党のユン・ソクヨル候補だけでなく、与党のイ・ジェミョン候補も住宅供給の拡大を公約に掲げており、複数住宅所有者に対する譲渡税猶予などの政策を講じるとしている。ユン候補は総合不動産税引き下げ、譲渡税猶予、再建築規制緩和などの政策を公約に掲げ、イ候補も最近複数住宅所有者の譲渡税一時緩和の必要性を強調している。近く画期的な住宅供給拡大政策も発表する予定だ、このように報道されております。で、まあ、このような報道を俯瞰して見てまいりますと、アメリカの利上げが始まればですね、資金がドルに流れてウォン安に傾き、資金が韓国国外に流出する可能性もあるように見えると思います。ですのでこうしたことを防ぐためということもあると思いますが、韓国銀行は NHK ですが、韓国の中央銀行8月に続く利上げ決定、 0.25% 引き上げ年 1% に。韓国の中央銀行は景気の回復傾向や物価の上昇などを踏まえ、政策金利を 0.25% 引き上げることを決めました。今年8月に続く利上げとなります。
韓国の中央銀行、韓国銀行は11月25日、金融政策を決める会合を開き、政策金利を 0.25% 引き上げて、年 1% とすることを決めました。このように報道されておりました。ただですね、逆に金利上昇というのは、韓国国内の家計や企業経営などにも影響すると思います。つまり、韓国経済というのは現状、アメリカの金利上昇と、韓国国内の不動産バブルの中、ある種ですね、ジレンマと直面しているように見えます。愛知淑徳大ビジネス学部の真田教授は、韓国には家計債務が膨れ、借り入れをしてまで投機している国民が多く、金利が上がれば逆ザヤになる可能性もある。韓銀はウォン安を回避し、米ドル建て債務の返済不能、デフォルトを防ぐには利上げ、金利上昇による国内金融市場の混乱を回避するには、金利据え置きというジレンマを抱え、為替と国内金融市場のどちらを守るのか選択を迫られている。自国だけでは為替を防衛できないため、韓銀は為替を守る方が最重要と考えているはずだと指摘する。このように報道されております。ですので、今後韓国政府が、こうしたですね、経済政策ということに関してどのような舵を切っていくのか、そうしたことはですね、韓国の現状の不動産バブルといったことにも影響すると思われますので、ここはですね、一つ注目点だと思います。で、こうした中ですね、他方、韓国の外交安全保障政策ということに関しまして注目すべきニュースが報道されました。中央日報ですが、前在韓米軍司令官、北核対応の新たな作戦計画要求、韓国側が受け入れず、ロバート・エイブラムス前在韓米軍司令官兼米韓連合司令官が2019年から北の核ミサイル高度化などに対応した米韓連合作戦計画最新化のための新たな戦略企画指針の承認を韓国国防部に要求したが受け入れられなかったと主張し、論議を呼んでいる。エイブラムス氏は25日現地時間、ボイスオブアメリカのインタビューで2018年11月に就任した後、新たな作戦計画の必要性を確認し、2019年夏に SPG 更新に関する公式要請書を提出したが、2019年の定例安保協議で韓国国防部はその必要性を支持しなかったと明らかにした。エイブラムス氏はインタビューで、戦時作戦統制権の転換を控えた。韓国軍の力量が不足していると指摘した。戦策権の転換はムン・ジェイン大統領の公約だったが、事実上次期政権の課題として渡った状態だ。このように報道されております。ですので、こうして俯瞰的に様々なニュースを見てまいりますと、この外交安全保障政策ということにおいては、韓国とアメリカの距離感は、ある種ですね、広がっているように見えまして、そうした中において、米韓の通貨スワップ協定の終了ですとか、アメリカの利上げスケジュール、また韓国国内の家計債務問題、不動産バブルなど、そうした韓国の経済情勢の不透明感は増しているように見えます。ですので、そうした韓国の経済情勢ですとか、外交安全保障政策ということが今後どうなるのかというのは、やはりその米韓関係ということがですね、一つ非常に重要になってくると思います。で、こうしたですね、米韓関係というのが今後どうなるのかというのは、韓国の次期政権がどうなるのかということに大きく関わってくると思います。で、現状ですね、韓国大統領選挙をめぐる情勢は、韓国大統領選挙支持率、イ・ジェミョン氏 41.1%、ユン・ソクヨル氏 40.1%、誤差範囲内の接戦。28日、イ・ジェミョン共に民主党大統領候補とユン・ソクヨル国民の力大統領候補が他者対決で誤差範囲内の接戦となっているという世論調査の結果が出た。リアルメーターがエネルギー経済の依頼で25日から26日、全国の18歳以上の1000人を対象に次期大統領候補の支持率を調査した結果、イ・ジェミョン候補が 41.1%、ユン・ソクヨル候補が 40.1% の支持率を記録した。このように報道されております。で、こうした中ですね、北朝鮮の非核化ということをめぐりまして、このイ・ジェミョン候補とユン・ソクヨル候補の主張の違いということが報道されております。与党共に民主党のイ・ジェミョン候補は、先保障後非核化の構図で終戦宣言が北朝鮮の非核化と朝鮮半島の平和体制を導く初期的措置と見ている。終戦宣言自体が南北米中もしくは南北アメリカ間の和合を図ることのできる手段と見て条件なしに推進すべきだという考えである。一方、韓国最大野党国民の力のユン・ソクヨル候補は先非核化後保障の観点で終戦宣言が北朝鮮の非核化と朝鮮半島の平和交渉過程で取ることのできる中間段階措置と認識している。このように報道されております。ですので、もし来年ですね、イ・ジェミョン政権誕生ということになりますと、米韓間のですね、距離感というのはある種広がっていく可能性があるように見えます。また、
ユン・ソクヨル政権ということになりますと、米韓関係というのは修復軌道ということになっていく可能性があるように見えます。ですので来年イ・ジェミョン政権が誕生するのか、ユン・ソクヨル政権が誕生するのかということで、米韓情勢、そして韓国の外交安全保障政策、そして韓国の経済情勢ですね、こうしたことはある種ですね、どちらの政権が生まれるのかということで分水嶺ということと直面する可能性があるように見えます。米韓情勢は来年の韓国の大統領選挙後、正念場を迎える可能性があるように見えます。ありがとうございました。